皆さんこんにちは、こんばんは。ゲンチャンネル、産経新聞の元社会部記者の三枝源太郎です。ですね、今日は、ちょっとね、個人的にこれどうなんだろうっていうツイートがありましてですね、それで私がちょっと、怒りのツイートをしたところがですね、結構な方が賛同してくださったので、そのことについてちょっと話を広げて、今日本人がアメリカで、世界で置かれている実情、日本人はこれでいいのかなという、ちょっと私が常々思っていることをお話ししようと思います。ラーム・エマニュエル、大使いらっしゃいますよね。 LGBT 法の影の立役者とも言われてますけれども、文化人放送局に出演させていただいた時には、山岡哲秀さんが影で岸田総理を操っているぐらいのことを言って、随分怒りをあらわにしてらっしゃいましたが、まあ非常にリベラル色の強い民主党の方ですね。まあバイデンさんとはあんまり仲良くないというふうに聞いたんですけれども、まあバイデンさんとあんまり仲良くない方がなんで日本大使に来られてるのかなっていうのもちょっとどうなんだろうかという気はするんですが、果実ですね、ラームさん、エマニュエルさんが8月2日、にこういうツイートをしまして、ちょっともう見た瞬間に頭に血が上ってしまったので、ですがこう言ってるんですね。バービーは全ての女性の代表であり、全ての女性がバービーそのものです。バービーは60年以上にわたり、女性は何にでもなれることを世界中で示してきました。私たちはそのことを現実でも、そして映画バービーの中でも見ています。素晴らしいストーリーと興行記録を塗り替える大ヒット作品を生み出してくれたグレタ・ガーウィグ監督に感謝です。グレタとバービーは未来の女性少女たちに勇気を与える応援団です、っていうですね。まあもうバービーといえばですね、その直前にですね、バービーと、映画原爆ミームに好意的反応で炎上した映画バービーっていう形でですね、非常に、まあ炎上して怒りを買いましたよね。でまあ一応ワーナーの本社は、謝罪しました。でその謝罪して、それからそんなに経ってないわけです。で今はもう8月に入ってますよね。8月6日は広島の原爆の投下の日です。8月9日は長崎原爆投下の日です。8月15日は言わずと知れた終戦記念日です。でこの日本人にとっては忘れようにも忘れられない8月にですね、こういうツイートするかと。しかもこのバービーの騒動があった直後ですよ。この人は一体何を考えてんだろうかと思ったんですね。いや、あなたの頭の中にはですね、日本人がアメリカに原爆を投下された大量殺戮兵器を使用されたということよりも、バービーを通じた女性の人権の方があなたは大切なんですかと、そういうふうに思ったんですね。でですね、歴史的な経緯として、まあ私が知ってた部分とまた新たにちょっと、自分で調べた部分とあるんですけれども、よくですね、まあトランプ大統領がまあああいうキャラの立った人なんで、結構勘違いしてらっしゃる方多いんですけど、共和党は好戦的で民主党は平和的っていう人がたまにいるんですけど、これもう大きな間違いですんで、これをまず最初に言っておきたいと思います。ちなみに原爆を投下するのを最終決断したのはハリー・トルマン大統領、民主党の大統領です。でこの人は公民権運動を結構熱心に支持されていた方で、ユダヤ人差別にも非常に敏感だった方だと聞いてます。リベラルです。でこのですね、原爆投下なんですけれども、実はですね、原爆に一番反対していた人間は誰か、まあ一番っていう言い方はおかしいですね、主に反対していた、で後に著名人となった人は誰か、アイゼンハワーなんですよ。共和党の大統領になった人ですよね、その後に。でこの方はもともと軍人ですんで、陸軍長官に日本に原爆を落とす必要はないと、もうすでに
日本ガタガタだということを何度も言って抗議の書簡を送ってるんですよ。でこの時で共和党系の軍人はですね、日本に対する原爆投下反対だったんです、ほとんどが。でじゃあトルーマンは一体何だったんだと言ったら、おそらくですねこの方がキーマンなんだろうなというのが、ジェームズ・バーンズという当時の国務長官ですね。彼は当初から日本に対する原爆投下を強く主張していました。ただ彼でさえ最初は、人口の少ないところでとか、離れうちはこういうの持ってるぞという警告をしてとかですね言っていたようですけれども、そもそもそのいろいろ諸説ありますよね。京都に最初は落とすつもりだったけれども、陸軍が反対して、軍事基地がある広島に変わったんだとかですね、まあいろいろ言われていますけれども、基本的にじゃあトルーマン政権というのは、みんながみんな原爆投下を支持していたかというとそんなことはないわけですよね。ジョセフ・グルーという国務次官がいました。三人委員会って言われてて、まあ今でもたまにご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、この人たちは日本に対する原爆投下を反対して、日本は、皇室の皇室を残すと、誤示するということさえ、アメリカが飲めば、あとは降伏するというふうに言ったそうです。で、これに対してトルーマンは耳を貸さなかったそうです。国務長官のバーンズの方を、信用していたということですね。で、結局原爆投下されました。で、その時に、まあ、ね、細川隆一郎さんの話によれば、そのスターリンは北海道を侵略する気満々で、日ソ中立条約を破って、攻め込んできた時に、本当は北海道全部攻略するつもりだったけれども、トルーマンがいやそんなにするんだったらお前のところにも原爆作るぞ使うぞって言ったから引っ込んだんだと言ってますけど、これはでも細川さんが言ってる話以外にいろんな書簡が残ってるっていうわけでもないので、ちょっとそれはどうだか分かりません。いずれにしてもまあ当時の日本は惨憺たるありさまでですね、日ソ中立条約を破ってソ連は攻め込んでくる、まあ樋口喜一郎中将が頑張って、戦ってくれてですね、そうこうしてるうちに敗戦となって、北海道はまあ一部取られましたけれども、北方領土以外はなんとか、守ることができたと。でその後アメリカは占領政策をした時に、まあ悪いのは日本であると、原爆を投下されたのは、戦争早期に終結させるためだったという刷り込みを行いましたよね。まあそういう歴史的な経緯もありますし、まあね、結局いわゆる人権だなんだ、女性の人権だ LGBT だって言ってるそのアメリカリベラルがですね、まあどんなもんなのかなと、結局あの人たちは黄色人種バカにしてんじゃないのっていうのが僕はどうしても拭えないんですね。ベトナム戦争を開戦させたのはリンドン・ジョンソンです。民主党政権です。終結させたのは悪名高きニクソンです。共和党政権ですね。共和党政権で戦争したのは、まあシビルウォーと言われている南北戦争、あれはリンカーン、まあでもあれは内戦ですからね、シビルウォーって言ってるぐらいですから。それから湾岸戦争ですね。でも湾岸戦争はまあちょっとイレギュラーというかですね、まあね、大量破壊兵器を持ってると言ってわーっとやった戦争だったですけれども、まああれは共和党でしたけれども、じゃあ民主党だったらいつもいつも平和に進んでいるかといったらそんなこともないわけですよね。で安倍さんも回顧録で言ってましたけれども、トランプ大統領というのはああ見えて好戦的に見えて非常に実はビジネスマンで、お金のかかることはなるべくしたくないということを言っていて、北朝鮮の、金正恩をどういうふうに、騙すかと、トランプ怖いぞってどういうふうに思わせるかっていうのに腐心したっていうようなことを、回顧録でおっしゃってましたね。まあそういうことなんですよね。だから右寄りだと好戦的、左寄りだと平和的っていうのはですね、かなりまあ日本の左翼の人たちが言ってる、まあステレオタイプなレッテル貼りでですね、決して世界の
歴史としてはそんなことがないわけですね。で、まあこの皮肉なことにこのバービーと同時公開になっているオッペンハイマーですね、まあ原爆の父と言われている、まあ、ユダヤ人の、学者ですよね。ノーベル物理学賞も取ってるみたいですし、まあその前のエンリコ・フェルミ、この人イタリア人ですけれども、この人は奥様がユダヤ人で、やっぱりドイツを念頭にして、ドイツは核分裂がね、あの非常に早く成功した国だったので、やはりドイツに対する脅威っていうのはあったんでしょうね。そのためにというか、マンハッタン計画というのは日本に使うというよりはむしろドイツを念頭に入れたんじゃないかなという話ですけれども、まあ途中からね、まあソ連を、いろいろ牽制するという側面もあったようですけれども、まあそれにしては、広島で14万人、長崎で9万人と交渉されていますけれども、ちょっとひどいんじゃないのと、ね、南京大虐殺とか中国は言ってますけれども、南京に人口が20万もいなかった時に30万も40万も殺せますかと。大体例えばあそこにですね、本田勝一さんの南京への道っていう本を読むとですね、一人の兵隊が100人ぐらいの中国人を殺すというシーンがあるんですね。一人で100人ですよ。いくら相手が素手だと言ってもですね、一人で100人殺せますか。で、まあその証拠映像だと言われているものもかなり多くが捏造でですね、僕の立場は全くないとは言いませんと。まあ確かに便衣兵みたいな形でね、市民を装ってバーンとやられた時にちょっと兵隊がパニックになって何かを起こすということは偶発的にはあり得るだろうと思うけれども、組織的な虐殺があったのかどうかっていうのは、これはやはり正直私も藤原明さんという一橋大学の教授の、論文も、早稲田のホラ富雄さんの論文、あの方も確か20万とか30万節ですねを読みましたけれども、あの方たちの書籍論文よりは僕は畑井久彦さんなんかの方がなんか スッと入ってきました。個人的な感想です。うん、やはり本田勝一さんの南京への道のようにですね、中国が、指定した人間を取材して、私ここ刺されたんです、あそこ首も疲れたんですとか言ってやった記録よりですね、まあちょっとあんまり信用ができないんじゃないか、あと一人で100人の人を殺したというのは可能なんだろうかと、それから刺してきた写真は本物なんだろうかと、相当捏造が入ってましたよねと。あちらの方はあんなに 大騒ぎ大盛り上がりしてですね、原爆に関しては未だに誰も何も言わないわけですよ。これはもう日本人の国民性というか、僕は嫌いじゃないですけどね、こう憎しみをね、こうなんて言うんでしょう、こう同盟関係に昇華させて、これだけ緊密な同盟関係を結ぶっていうのはなかなかできることじゃないと思いますよ。多分歴史的にもそんなにないんじゃないかなと思いますけどね。それにちょっとアメリカさん甘えてはいませんかと、あまりにもと。で、私がちょ引き合いに出すのはですね、ニューヨークで、重傷を負われたですね、音楽家の、ごめんなさい、ちょっと名前間違えちゃいけない、海野忠敬さん、この方ブルーノートとかでもピアノの演奏される方ですよね。あの方の事件未解決ですからね。そういうことに関してその日本政府が何も言ってくれないのかと、まあ、前回の動画でもお話ししたかもしれませんという不満もあります。もっとちゃんとやってくれと。で、あの事件を見て思ってもですね、要は黒人は暴れるからなのか、まあ、公民権運動の歴史があったからなのか、黒人は差別もされるけど保護もしてもらえる。だけど日本人は、で、中国人が差別された時に顔が似てるからっていうんで、まあ、海野さんの事件もそうだったみたいですけど、チャイナだ、チャイナだってバッバッバッと殴られたり蹴られたりっていうのがあったみたいですけど、結果はまあ別に中国人だからとか、日本人だからっていうのはどうでもいいんですよ。黄色人種は殴ってもいい。犯人も逮捕されない。っていう現状ってどうなんだろうかっていうのがあるわけです。で、またちょっと今日もちょっとご紹介したいと思うんですけど、これ最後にこれをご紹介して終わりにしようと思います。
篠原修司さん、前回も紹介しましたけど IT ジャーナリストの方ですね。原爆ミームに好意的反応で炎上した映画バービーは本当に謝罪してる、批判を受けた投稿以外は削除せずということなんですね。で結局ですね、まあ、結局謝罪文はプレス向けで確認できずと、要は発表された謝罪文はプレス向けに、送られているだけであり、記事執筆時点では米ワーナーブラザーズの公式サイトでも、映画バービーの公式サイトでも、公式 X ツイッターアカウントでも謝罪の発表を確認できないからですと。要するにここで言いたいのは、私たち日本人はあの件ワーナー謝ってたらしいよと人捨てに聞くしか方法がないということです。もちろんこのような解釈は重箱の隅をつつくものようなものだと思われる人もいるでしょう。ただ今回わざわざ記事を書いたのは、バービー海外公式アカウントの原爆ミームへの好意的な返信がまだ残っているからなのですと。で、篠原さんはこうおっしゃってます。原爆ミームへの返信で削除されたのは、数多くの批判を受けた次の2つのツイートです。このツイートとこのツイートですね。確かにこれらは今は消えているのですが、話題にならなかった他の通信は残っています。例えば以下の、原子爆弾のものと思われる爆発を背景にしたバービーとケンのファンアートに対して、バービー海外公式アカウントは、私たちはいつもピンクを考えていますとハート付きで好意的な返信を、していますと。 We are always thinking pink って書いてありますね。うん、これは今、しかしこれは今も削除されていません。また映画オッペンハイマーを見た人が何らかの問題により画面半分がピンクになったことについて、これが本当のバーベンハイマーだと投稿したことに対しても、公式アカウントは彼らはピンクのメモを受け取ったと絵文字付きで返信していますと。要するにですね、まあ篠原さんが おっしゃいたいのは、まあこれですね、怒られたものだけ削除してすみませんでしたっていうのは本当に謝罪なんでしょうか。別に謝罪が欲しいわけではありません。ただ本当に遺憾だと思っているのであれば、目立った批判を受けていなくても、過去に最近の無神経なソーシャルメディアへの反応をしていないか遡って確認するぐらいのことはするものじゃないでしょうかと。少なくとも状況を見る限りでは、米ワーナーブラザーズが謝罪したは事実としてちょっと受け入れられないというか、とりあえず形だけ謝りましたが、そのことは対外的に記録が残る形では発表できませんが、より正確なのではないかと思いましたというふうに書いてます。要するに私はワーナーはさすがやっぱりケビン、辻原さんという日系人の方が社長なだけに、謝ったんだなというようなことを、多分動画で申し上げたかな。動画で多分謝りませんぜって言った後にツイッターで、あ、謝ったなっていうツイートしたかもしれません。逆かもしれません。そういうことがあったんですけど、この篠原修司さんのこの記事を読む限りでは、それもどうやら怪しいなと。まあ、どうせジャップなんだから、日本人なんだから、適当にペロッと謝ったふりして後ろでペロッと舌出しゃいいんじゃねえのっていうふうに思っているのだとしたら、まあ非常に遺憾だなというか、うん、許し難いことだなと。この8月に入ってからあと1週間ぐらいで、広島原爆投下の日を迎えるにあたって思ったりしました。なんでこれだけど左翼の人たちは問題にしないんでしょうかね。なぜか日本人の火をあげつらうことには非常に長けてますけど、こういうことにはあんまりご熱心じゃないですね。そんなわけで今日はこの辺にしたいと思います。皆さんありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。